望月先生は1999年に京都大学大学院理学研究科博士後期課程を修了後、同年に大阪市立大学理学部助手、2004年に京都大学大学院理学研究科助教授、2008年に京都大学数理解析研究所准教授として就任され、2012年4月より数理解析研究所の教授を務められております。また2006年には日本数学会賞春季賞、2011年には日本学士院賞、そして2022年には数学界のアカデミー賞といわれるブレイクスルー賞を受賞するなど、数々の賞を受賞されております。ご専門は微分幾何、代数幾何、代数解析で、本日はコホモロジー理論の広がりと題してご講演いただきます。今回このようなお話をいただきまして、ちょっと場違い、自分自身の場違いかなとも思ったんですけども、それで平岡さんがきっとホモロジー の素晴らしい応用についてお話ししてくださると思いましたので、その、関連するようなお話としてホモロジー理論の広がりについて話してみたいなというふうに思いました。重なる部分もいくつかあるかと思いますけども、最後までお聞きくださると大変嬉しいです。よろしくお願いします。で、幾何学では不変量というものを通じて世界を認識します。不変量というのは正確な比喩ではありませんけれども、ある面では長さや角度のような幾何学的な性質を表すようでして、またある面ではその分度器や物差しのような測定器具、あるいは顕微鏡や望遠鏡のような観測器具とも思うことができます。で、不変量の性能を上げていくことで、その数学的な世界をより広く、より精密に認識していくことができます。で、幾何学で最初に気にするのは、どのような時に2つの図形を同じと考えるのかということです。高校までの幾何学ではユークリッド幾何学と呼ばれるものですけれども、そこでは2つの図形が合同である時に同じとみなしました。つまり平面上に2つの図形がある時に、一方の図形を平行移動や回転や共栄といったその長さを保つような操作でもって動かして写すことができる時に合同といいまして、本質的に同じ図形とみなしました。そしてユークリッド幾何学では合同で保たれるような性質に関心を持ちました。で、大学以降では、ユークリッド幾何学はリーマン幾何学に発展しますけれども、それ以外にもトポロジーであるとか代数幾何学であるとか複素幾何学であるとかシンプレクティ幾何学などもっと違う幾何学も研究されるようになります。で、それぞれにおいて合同とは違う基準で図形を区別します。で、ある意味で一番緩いのがトポロジーでして、トポロジーでは同層というの時に2つの図形を本質的に同じと見出します。同層というのはとても緩い基準でして、どういう条件かといいますと、2つの図形 X と Y が同層であるとは、 X と Y の間に1対1対応の写像がありまして、そして、X に何かこう 点の列がありまして、で、それをF でこう写すことによって Y の方にも点列が得られるんですけども、 X の方である点 Q に近づくならば Y の方でも、その FQ に近づいて、で、逆も成り立ちますという、そういう条件です。ただちょっと今私の説明はごちゃごちゃしてしまいましたけれども、ここでは単にその X を連続的にこう変形していって Y が得られるならば X と Y は同層であるという、それぐらいのことだと思ってください。それを挙げておきます。例えば中身を詰まった三角形と円盤は、これは同層です。三角形をちょっと変形していけば円盤に作れるということは、直感的に明らかなことだと思います。これは同層になります。一方、円盤と穴の開いた円盤は同層ではありません。同層ではないということは、自明ではないこと、自明ではありませんで証明が必要なんですけれども、事実としてはこの2つは同層ではありません。で、こう三角形と円盤が同じと思ってしまうという、そういうすごく荒い基準でも何か違いとして残っているものがありまして、それを数学的に捉えられるようにするというのがトポロジーの目標の一つになります。で、ちょっと参考までに申し上げておきますと、もっと荒い基準であるホモトピー鈍値を使うのが便利な場合もしばしばあります。ホモトピー鈍値という基準を使いますと、例えばその円盤と言っても同じというふうになってしまいますし、あるいは穴の開いた円盤と円周も同じということになってしまいます。ただこれぐらい緩い基準を使っても、円盤と穴の開いた円盤はやっぱり区別されるということになります。それですいません、ユークリッド幾何学では、合同で保たれる性質について調べました。
で、それと同じようにトポロジーでは同層で保たれるような性質について調べます。そのために長さや角度のような、まあ、こういったものはもう連続的な変形で変わってしまいますから使い物にならなくなるわけなんですけど、その代わりになるような一層不変量というものを用います。一層不変量いろいろありますけれども、代表的なものとして例えばホモロジーであるとか、あるいはコホモロジーを分けることができます。でコホモロジーという名前は、ホモロジーにその個という接頭辞がついたものです。19世紀末から20世紀初めのポアンカレの仕事によってまずコホモロジーという概念が導入されまして、で一方コホモロジーは、明確に定義されたのは1920年代から30年代のことだそうです。ポアンカレの仕事にもアイデアは含まれていたそうですけれども、まあ、明確に定義されたのはもっとずっと後になってからのことでした。そういった歴史的経緯が名前に反映されています。で、まあ、導入されて以来さまざまな発展や、拡張や精密化を経て、まあ、コホモロジーは今では数学の非常に広い範囲において重要な役割を果たすようになっています。でその広がりの一部を無理やりですけども図示してみました。ここにコホモロジーがありますけれども、で例えばその、多様体というその良い空間上のではそのコホモロジーが解析的な対象と結びつけられることで調和性系分論というものに発展しました。でさらに、複素代数多様体上という、まあ、もっといい空間上ではホッチコードの理論に精密化されました。でこのような精密化によってそのトポロジー的な情報だけではなくてもっと細かい複素代数多様体としての構造もまあ、コホモロジーに反映されるようになります。で一方コホモロジーの理論はもっと大きな枠組みである層の理論に拡張されました。そして層の理論と線形解析において大事な線形微分方程式の理論というものが統合されて D カ群の理論というものが構築されました。今回は京都賞関連のイベントなのでちょっと触れますけれども、第34回の京都賞を受賞された柏原正樹の受賞理由の一つとして D カー群の理論への貢献が挙げられています。で一方整氷数の、いや代数機関においても層の理論やコホモロジーというものが大きく発展しました。これは、第10回 の京都賞を受賞したアンドレ・ベイユが提示したベイユ予想という問題がきっかけとなってもたらされた発展でした。正表数の代数幾何は、ある素数が0に等しいという世界について研究します。ですからトポロジーがもともと扱っていたような、表数0の世界における連続的な対象とは全く異なる対象を扱うのですけれども、それにもかかわらず非常に大き有効に使えるということが、まあ、明らかになりまして非常に大きく発展しました。ベイユ予想自体は1970年代までに証明されましたけれども、その後もコホモロジーや層の理論の一般化や精密化を用いて整数についての理解を深める研究は現代に至るまで非常に大きく発展しています。でこのような正表数の世界での発展に刺激を受けて表数ゼロにおける発展ももたらされました。正表数において正表数に特異の現象としてフロビニス作用というものがありまして、フロビニス作用を持つような層の理論というものが、ベイユ予想の解決の発展として構築されました。でするとドリニュー事象というアイデアがあるんですけども、そういうものに示唆されまして、表数ゼロの世界におけるこの理論に対応するものとしてホッチ構造と D カ群の理論を融合するようなホッチ化群の理論というのが構築されました。そして、まあ、私自身はどんなことを研究に関わったかといいますと、ちょっと違う流れなんですけども、代数多様体上のベクトル速に関する小林一因対応というそういう別の研究の潮流も流れの手法も用いながら D カ群の理論とそれから調和バンドルの理論を融合するようなものとして特異調和バンドルと対比体 D カ群というものを研究しました。これは柏の予想という問題やあるいはそのシンプソンのメタテールというアイデアに基づく刺激されたものでした。でこの講演ではこのような、研究の流れについて紹介します。まあ、説明は不十分で歴史的な順番になっていないことについてはご容赦ください。でいろいろなお話がこう影響し合いながら発展していく様子やその背後にある、問題意識のようなものを、まあ、いくらかでもお伝えできればと思っています。講演のタイトルはコホモロジー理論の広がりというふうにしてしまいましたけれども、まあ、コホモロジー理論の広がりのうち、まあ、私の偏った見方に基づいて切り取ったほんのごく一部であるということはご容赦ください。はい、それで、コホモロジーについて述べる場合にオイラー数について触れておきます。図形に対してオイラー数という何か整数が対応します。オイラー数の歴史は非常に古くて、
で、それだとオイラー数は2つの図形が同相ならば、まあ、オイラー数が等しくなるという意味において位相不変量です。X と Y が位相的に同じであるならば、まあ、出てくる数が同じだという意味で位相不変量になっています。で、オイラー数の歴史はとても古くて、18世紀の数学者であるオイラーが多面体の研究に用いたことに由来するそうです。で、とても面白い不変量でして、例えばその球面のオイラー数が2であることから、地球上には風のない地点が常に存在するということがわかります。ただ今回はそういったことには深入りせずに、簡単な図形の場合にオイラー数がどのように与えられるかだけを述べます。一次元の図形の場合は、頂点と辺の和にこう分割したときに、頂点の個数マイナス辺の個数がオイラー数になります。例えば円周の場合ですと、例えばまあこんなふうに分割しています。そうすると頂点が2つで辺が2つですから、オイラー数は 2-2 で0というふうに計算することができます。これ分割の仕方によりませんで、例えばこんなふうに分割しても、まあ、頂点が4つで辺がまあ4本ありますから、4-4=0というふうにオイラー数が計算できます。で、例えばまあこんな図形を考えてみますと、これはこんなふうに分割してみますと、頂点が2個で辺が3つですから、オイラー数は 2-3=-1 というように計算することができます。2次元の場合ですと、図形を頂点と辺と面にこう分割したときに、オイラー数は頂点の個数マイナス辺の個数プラス面の個数ということになります。ただし、まあ、面は潰せるようなものというふうにはしておきます。そうすると、まあ、例えば円盤はこんなふうに分割しますと、頂点が2個で、辺が2本で面が1個ですから、オイラー数は 2-2+1=1 というふうに計算されますし、あるいは穴の開いた円盤ですと、頂点が、まあ、こんなふうに分割すると頂点が4つあって、辺は 1-2-3-4-5-6 本ありまして、面が2個ありますので、オイラー数は 4-6+2=0 というふうに計算できます。で、オイラー数がこんなものですっていう説明の仕方をしてしまいますと、まあ、分割の仕方によらないんですかとか、あるいは本当に位相不変量なんですかということが、そういったことがあまり明らかでなくなってしまうんですけれども、まあ、オイラー数が位相不変量だということをまあ認めますと、この円盤のオイラー数が1であって、穴の開いた円盤のオイラー数が0であるということから、まあ、オイラー数の値が違うということから、円盤と穴の開いた円盤は確かに位相的に違いますねということを証明でき説明できるようになります。もうちょっと例を挙げておきますと、例えば球面のオイラー数は2です。まあこんなふうに分割をしますと、頂点が2個あって辺が2本で面が2個ですから、まあ、オイラー数が 2-2+2=2 というふうに計算されます。また、二次元トーラス、ドーナツの表面のような図形のことですけれども、こんな図形の場合には、まあ、例えばこんなふうに分割をしますと、まあ、頂点が2個、辺が4つで、面が2個なので、まあ、オイラー数が0というふうに計算されます。で、同じようにこの場合もオイラー数が位相不変量だということを認めますと、二次元球面と二次元トーラスは、まあ、位相的にも確かに違いますねという、まあ、直感的には明らかに見えるかもしれませんけど、一応ちゃんと証明しようとすると、それなりに大変なことをまあ説明できるようになります。はい、すみません、このように、オイラー数は比較的計算できますし、さらに次元が低い場合には図形を区別する上でもそれなりに有効な不変量です。ただ次元が上がりますと、図形を区別することに関してはあまり有効ではありません。例えば3次元の平対応体というとても面白い図形があるんですけども、それは非常にたくさんあります。たくさんあるんですけど、オイラー数を取ると全部ゼロになってしまいます。ですから、まあ、図形の区別ということに関して言いますと、まあ、それほど強い不変量ではありません。また、2つの図形の間の連続シャドウについて調べることには使えません。連続シャドウというのはどんなものかと言いますと、なんか X から Y のこう写像があったときに、 X の側に何かこう点列があったとして、それがまあ Q に近づくならば、 X の点 Q に近づくならば、 F で送っていられるこの点列も FQ に近づきますっていう、そういうものですけれども、まあ、連続写像ということからイメージされるような、そういう写像のことだと思ってくだされば結構です。で、その個々の図形をそれ単体でとして見ることももちろん大事なんですけど、それ単体で見るだけではなくて、図形全体の世界における役割といいますか、他の図形や自分自身とどんなふうに関わるかということも理解したくなりまして、そのためには図形だけではなくて、その間の連続写像について調べることが重要です。で、それには、図形に数を対応させてもあまりうまくいかないので、数の代わりに何らかの構造を持つ集合、例えばベクトル空間を対応させたいということになります。
はい、それで、ベクトル空間とステインゲージシャドウについては述べておきます。先ほど平岡先生にすごく明快な直感的な分かりやすい説明をしていただきました。もっとなんか私の分かりにくい話になってしまいますので申し訳ないんですけど、まず1以上の整数 N に対して N 個の実数の組全体の集合を RM で表します。まあ、R2 とか R3 でしたらこんなものです。でここには、ワトスカラ倍というのが成分ごとの足し算や掛け算によってワトスカラ倍というものが定まります。それから、全部ゼロ、成分が全部ゼロであるので、それをベクトル、ゼロベクトルというものがありまして、それは他のものに足しても変わらないという性質がありまして、あとどんな元に対してもマイナスを足せば、それゼロが出てくるとか、あるいは1倍が高等したのであるという、こういった、まあ、非常に明らかな関係式が成り立ちます。また標準的な他にもいろんな標準的な関係式がありまして、例えば足し算の順番を変えても変わらないとか、足し算をどこから取るかを考え、どこから取っても同じものが出てくるとか、まあ、いろんな標準的な関係式があります。で全部は書いてませんけどいろいろあります。で、ベクトル空間というのはこの RN を一般化したものでして、集合にワトスカラ倍が与えられていて、そしてまあここに述べたような標準的な関係式が全部満たされているもののことをベクトル空間と言います。でもここではもう単に RL のようなものだと思ってくだされば結構です。あと、ベクトル空間の間の写像が線形であるとは、ワトスカラ倍を保つ、つまりそのこの A 倍するとか足し算であるとか、そういったことが全部その F 外に写像の外側に出せますっていう、こういう条件のことを線形写像と言います。ちょっと私の説明がごちゃごちゃして分かりにくいかもしれませんけれども、ここではベクトル空間と線形写像はある程度の複雑さを持ちつつ、でもとても扱いやすい対象なのだというふうに思ってください。それでココモロジーは図形に対してベクトル空間の組みを対させ、ベクトル図形に対してベクトル空間の組みを対させ、そして X から Y の連続写像に対して Y のココモロジーから X のココモロジーへの線形写像の組み、こういったものを対させるものです。それでちょっと細かいんですけども、権論的なものでもありまして、つまり F と G に対応する線形写像は G に対応する線形写像と F に対応する線形写像の合成になってますという条件を課します。そして高等写像に対応する線形写像は高等写像ですという、そういう条件も課します。高等写像というのは全ての弦に対して自分自身を対応させるような、そういう写像のことです。で、まあ、少し細かいんですけども、この2つの条件からココモロジーが位相不変量であるということが保証されます。つまり X と Y が同相であるならば、その出てくるココモロジーが自然に同型だということが分かります。保証されています。また、ホモトピー不変性を満たします。つまり F と G という2つ連続写像がありまして、 F を G に連続的に変形できるならば、対応して出てくる線形写像が等しいという、そういう条件を満たしています。でココモロジーはどんなことをしたいと思っているかといいますと、この図形全体のなす世界といいますか、まあ、圏という言い方をしますけれども、この図形全体のなす圏において起こっていることを、それをベクトル空間や線形写像のなす圏の方に送って物事を見てみましょうということをします。そうしますと、先ほど申し上げましたけど、ベクトル空間や線形写像というのはある程度複雑なんですけど、非常に簡単な対象です。ですからこちら側に送ることによって、まあ、とても情報が失われてしまうんですけれども、だけどその分とても扱いやすくなってます。例えばこう X と Y とこう2つの図形があったときに、その図形が位相的に、その図形を位相的に比較するということは結構難しい問題なんですけど、だけど出てきたコホモロジーを比較するということは、それはとても簡単な問題なわけです。出てきたベクトル空間を比較するということはとても簡単な問題になります。ですから、まあ、こちら側に送って、こちらの分かりやすい世界に送って、こちら側で違うんだから元の図形としても違いますよねっていう、そういった議論の仕方をすることができるわけです。逆はダメでして、 X と Y が違ったとしても出てきたものがまあ同じと言いますか、本質的な味になってしまうことはよくあるんですけども、だけどまあ出てきたものが違うならば元のものは違いますねということは、そういう結論付けることは可能になります。あと、こちら側の簡単な世界に行くことによって非常に情報が落ちてしまうんですけど、それにもかかわらずそれなりに面白い情報も残っていまして、例えば不動点に関する情報を読み取ることができます。まあ、それについてはまた後でちょっと触れます。でココモロジーは他にもいろいろ良い性質を持っていまして、例えばそのベクトル空間には次元という量が決まり、数が決まりまして、RN の場合でしたら N という数が返ってくるんですけど、 N が次元なんですけども、でその HMXR の次元にマイナス1の M 乗を掛け算して足したものがオイラー数になっているという、オイラー数になっています。
つまりこの意味でそのコホモロジーというものはオイラー数の精密化、オイラー数よりももっと性能のいい不変量になっています。はい、それでコホモロジーの定義は初歩的な線形代数があれば説明できますけれども、まあ、ここでは省略します。平岡先生がおっしゃっていたように大学に入ったのを勉強してくださると大変嬉しいです。はい、それで代わりに一次コホモロジーがどのようなものと見なせるかを紹介します。図形から円周から図形への連続者のことをループと言います。で、そうするとループ全体になす集合上の関数というものをまず考えまして、つまり X の各ループがループに対して 何か実数を対応させるものを考えます。で、その次の条件を満たすもののことを、一次コホモロジーと言います。どんな条件かと言いますと、ガンマ1、ガンマ2、ガンマ3というこう3つのループがあったときに、これらが何かこんな図形からの連続者像で結びつけられる、こんな連続者像によってこう関係づけられているならば、アルファガンマ1プラスアルファガンマ2イコールアルファガンマ3イコールが満たされますという、こういう条件を満たすものです。で、そういうようなもの全体のことを H1XR というふうに書いています。また、X から Y の連続者像 F がありますと、X のループから Y のループが自然に誘導されます。ですから、もしも、Y の一次コホモロジーがあったとしますと、X のループに対して、まあ、X の、X のループから Y のループ F マルガンマがこう誘導されますので、そのベータにおける値というのが、まあ、ベータのその F マルガンマにおける値というのが決まってきます。ですから、ガンマに対してこのような値を取りましょうということで、まあ、H1F ベータという何かこう X 上の一次コホモロジーが決まってくるということで、まあ、こんな、まあ、こんな写像が自然に決まってきます。ちょっと例を挙げてみます。例えば円盤から2つの穴を開けたこんな図形を考えてみます。そうすると、まあ、こんな2つのループをちょっと考えてみますと、このループにおける値を対応させることによって H1 の XR 一次のコホモロジーと R2 が同型であることが分かります。で、まあ、例えばその線形斜度、連続斜度もちょっと表してみますと、例えばこの L というこういう直線に関して対称な点に置く Q を FQ というこの直線に対して対称な点に置くようなそういう連続斜度を考えてみますと、そうするとこの連続斜度はガンマ1とガンマ2を入れ替えてさらに向きをひっくり返しますので、まあ、ちょっといろいろ計算するとこの H1F という F が誘導する線形斜度はこのような行列で表されることが分かります。で、これを用いて F の、 その理想的な性質というのをいろいろ調べることができるようになるわけです。例えばですけども、まあ、F を高等斜度に連続的には変形できないということを証明できるようになります。つまり高等斜度は行列、このような行列で表されますので、ですからこの2つの行列が違いますので、だから F をこのさっきの連続斜度を高等斜度に連続的に変形することができませんといったことを証明できるようになります。もう一つ挙げておきますと、例えば二次元トーラス、先ほどもちょっと出てきましたけど、まあ、ドーナツの表面のような図形のことですけど、この場合ですと、例えばこんなふうにループ2つを取りまして、ここにおける値を取ることによってやっぱり一次のコホモロジーが R2 と同型だということが、まあ、分かります。で、今回ちょっと紹介しませんけれども、コホモロジーはとてもいろんな良い性質を持っています。でそういった良い性質を使いますと、まあ、このぐらいの例ですと簡単に計算できます。ただ一般には計算難しいです。で、そのことについてまたちょっと後で触れます。はい、で、コホモロジーから読み取れる興味深い情報としてレフチェットの不動点定義を紹介しておきます。まあ、図形 FX から自分自身への連続写像に関して不動点というのはその FQ イコール Q となる、そんな点のことを言います。で、いろんな問題がその不動点を調べることに記載されますので、まあ、不動点が存在するかとかあった場合にいくつかあるかとか、そういったことは非常に基本的な重要性を持つ問題になります。で、まあ、例えばですけども、01区間、0以上1以下 その実数全体がなすようなそういう区間のものですけど、01区間からその自分自身の連続写像を考えますと、これは必ず不動点を持ちます。それは図で書くと こんなグラフとこの直線分のが必ず交点を持ちますという主張でして、それは中間値の定理というものを思い出していただくとすぐに分かる主張です。で、一方連続写像を持たないような不動点というのももちろんたくさん非常にたくさんありまして、例えばまあこの円周から円周自分自身の写像を考えたときに、この原点に対して対称な点に送るという写像を考えますと、これは不動点がないわけです。ですから全くケースバイケースなんですけども、でもその不動点の個数についての情報を連続写像がそのコホモロジーに誘導する線形写像から抽出できますよというのが、それがレフチェットの不動点定理と呼ばれる定理です。
どんな主張かといいますと、一般にその有限次元のベクトル空間からその自分自身への線形シャドウに関してトレースと呼ばれるその実数が定まります。まあ例えばその正方行列が決めるような線形シャドウの場合ですと、この場合 2×2 の行列を書いてますけど、正方行列が定めるような線形シャドウの場合には対角成分を足したものがあのトレースになります。でセットの不動点ってどんなものかといいますと、今 F の不動点っていうのを個数を数えたわけなんですが、 F が誘導するここ文字に誘導する線形シャドウがあります。そのトレースの HM に誘導する線形写像のトレースのマイナス1の M 乗の和を取ったものが、それが括弧付きの F の不動点の個数になりますよという、そういう主張です。でこの括弧付きがちょっとまあ数学によくあるんですけども、そのままではちょっと使えないというものになりまして、つまりこれ素朴な意味での不動点の個数とは一致しません。不動点が無限個ある場合もありますけど、この値が有限なんだけど不動点が無限個ある場合もありますし、あるいは不動点が有限個なんだけれども、でもこの括弧付きの個数とは一致しない場合もあります。ただこの不動点の個数、もしも不動点がなければ、この括弧付きの不動点の個数がゼロになることが分かりますので、ですからこの値がこちらの右辺がもしゼロでなければ不動点が存在するということが、そういう結論づけることができます。またもしも F が割ときれいな状況であるならば、本当にこの括弧付きの個数というのが素朴な意味での個数と一致しますので、ですからここ文字について、ここ文字上に出てきている情報を用いることによって不動点の個数をぴったり計算することができるようになります。で非常に簡単な応用としては、例えばそのブラウアの不動点定理と呼ばれるものがレフチェンツの不動点定理から証明できます。ブラウアの定理というのは、その円盤から自分自身の連続写像は必ず不動点を持ちますという話でして、先ほど区間の場合についても言いましたけど、それを高次元化したものです。はい、それで、ここ文字を精密化することによって、でレフチェンツの不動点についてはまた後でベイゲストのところで触れます。で、ここ文字を精密化することによって、図形のより細かい情報を捉えられることもあります。例えば図形が複素材数体の構造を持つときに、そのコホモロジー群はホッチ構造を持ちます。でそのホッチ構造を用いることによって、その複素材代表体の構造というそのかなり微妙な情報を監視できるようになります。でちょっとホッチ構造の定義を説明することはここではしませんけれども、簡単な例を挙げておきます。複素数全体を C で表すことにしまして複素数の組 xy で y 乗マイナス x3 乗マイナス x マイナス b イコール0を満たしたもの全体と に無限点を付け加えたものを eab で表すことにします。これは楕円曲線と呼ばれる一次元の複素代数体代数多様体です。で、この eab は位相的には二次元トーラスと同層になります。で複素数の組についての絵はちょっとうまく描けないんですけれども、例えばその y 乗マイナス x 3乗プラス x イコール0を満たすような実数だけを取り出すとこんな形になりまして、これに無限を付け加えたものが二次元トーラスの中においてこんなふうに入っています。で、AB が動くときにこの楕円曲線は、位相的にはもちろん二次元トーラスのままなんですけれども、その上の複素代数多様体としての構造は変わります。でその変わっていく複素代数多様体の構造を何とか観測できないかということを考えています。で先ほど、実係数の一次コホモロジーについて説明しましたけれども、実数を複素数について変えても全く同様のことができます。そして EAB の複素代数多様体としての構造と整合性のある微分形式が、複素数係数の一次コホモロジーを与えます。それはタウ AB の積分という形で書いています。ちょっとここはあまり詳しくはもう説明しませんけど、何か自然に決まってきます。ですると、その AB を連続的に動かしたときに、その入れ物になるコホモロジー、これ理想的には T2 ですから、入れ物になるコホモロジーは二次元のベクトル空間として変わらないんですけども、このコホモロジーが定める方向、これはAB に応じて変わっていきます。でこれがこの変わっていくというところが、その複素代数多様体の構造が変わっていくことを表しています。で、でこのようなことを、もうちょっとちゃんと一般化した上できちんと定式化したものがホッチ構造です。で一般に複素代数多様体の構造コホモロジーはホッチ構造を持ちまして、でそこにその、複素代数多様体としての構造が反映されます。で例えばここで述べているような二次元トーラス上の複素代数多様体としての構造はもうホッチ構造によって完全に分類できます。でホッチ構造についてはもうここではこれ以上詳しくは述べませんけども、また後で触れます。
で、国文字を計算することは一般にはそれほど簡単ではないということを先ほど申し上げました。で、そういった場合、でもちろん国文字の良い性質を用いていろいろ計算できるんですけども、さらに層の理論というもっと大きな枠組みの中で国文字を捉えることが有効です。雑な言い方になりますけど、層というのは図形とベクトル空間を融合したものとみなせます。つまり、層はすべての回集合にベクトル空間を指定するものでして、さらに貼り合わせの条件を満たすものです。ちょっと詳しい正確な条件はここでは述べません。あとベクトル空間である必要はもちろん ないんですけど、ここでベクトル空間としておきます。もうちょっと別の見方をしますと、例えばその図形の X という図形の各点に何かこうベクトル空間を載せてあって、でそのベクトル空間たちにこう何らかのこうつながり具合が指定されているようなものと、そういう層をそのように見ることもできます。で、一番簡単な層は RX というものでして、これはその連結な回集合 U に対しては定数関数全体を対応させるものです。こちら側の見方でいきますと、各点にその実数全体なす1次元のベクトル空間が乗っかっていて、それを一番単純な方法でこうつなげたものというふうに見なすことができます。あとベクトル空間は1点からなる図形上の層と見なすことができます。で、ちょっといろいろ述べますと、層の理論では層の圏を層の到来圏まで広げて考えることが便利です。到来圏というのはグロトナディックによって導入されたものなんですけど、ちょっといい加減な言い方になってしまいますが、層の到来圏の対象は層の組から、工事の者というような何かもう少しデータを載せて膨らませたといいますか、組み立てたというか、そういった対象になっていきます。で、層の組と見るよりは偏屈層の組と見る方がいい時もありますけど、ここではちょっとそこまで細かいことは気にしないことにします。すると、こう X から Y への連続写像があったときに、X 上の層から Y 上の層の到来圏の対象を作る順像という操作があります。そして、この層の到来圏の対象の元になるようなその層の組みを取り出すことで、結局その X 上の層からこの Y 上の層の組みを取り出すことがという、そういう操作が決まってきます。で、この操作を、X を1点に潰す写像と、それから先ほど述べた RX という一番簡単な層に適用して出てくるものが、それがちょうど M 字の X の M 字のコホモロジーということになります。ですから、このようにしてコホモロジーを層の理論というもっと大きな枠組みの中で捉えることができるようになります。そうしますと、このように見ておきますと、X のコホモロジーを調べるためにはその RX というこのシーフをX を1点に潰すという写像に関する順像を得られるもの、これについて調べれば十分ということになります。そうすると、例えばこのようにその X から Y の連続写像がありますと、まず RX をその F による順像を考えてあげて、そしてこの順像、こうして出てきたこの人をその Y を1点に潰す写像に関する順像を取るという、そういう2つのステップに操作に分けて、この対象を調べることができるようになります。で、操作を2つに分けますと、個々の操作は元の操作よりも簡単になることがありますので、ですからこれがそのコホモロジーを調べるための手がかりになる、良い手がかりになる場合もあります。例えば X が Y×Z という2つの図形の直積になってしまっている場合、そして F を X から Y の斜へとしますと、そうするとこの RX をRX の F に関する順像というものは非常に簡単な構造をしていまして、その Z のコホモロジーに RY をテンソルして、ちょっと何かこう実数をずらしたものという、それを並べただけのものという形をしています。ですから、それを使いますと、X のコホモロジーが Y のコホモロジーと Z のコホモロジーを用いて簡単に表されますということが分かるわけです。で、このような考察を進める上で何が問題になるかといいますと、一般にこの RF スターRX という RX をその F によって F に関する順像を取って出てきた到来圏の対象が、その下にあるその元になるような層の組に比べてどのぐらいより複雑か、あるいは層の組よりは偏屈層の組を見た方がいい場合もありますけど、そういった組に比べてどのぐらい複雑か、つまりここに出てきているような工事の者たちがどのぐらい複雑なものかということが、それが問題に基本的な問いになってきます。もしもこの人たちが全部ゼロだったら話が楽でして、楽と言い切っていいかどうか分かりませんけど、M 字のコホモロジーがこんな形で書けるということになりますから、だいぶ計算が進むわけです。
でも一般にはこの工事の斜がゼロではないので、もっと複雑な計算が必要になってきます。でこれが後で伸びる柏の予想というものにつながっていきます。はい、ここで少しちょっと話が変わりますけれども、有限体について述べます。まず有理数全体や実数全体や複素数全体には、和と積が定まりまして、0と1に、0と1がありまして、さらに結合率や分配率といった標準的な関係を満たしています。さらに、0以外の元では、割り算もできます。でこのような代数形のことを体と言います。で一般に素数 P とそれから1以上の整数 L について P の L 乗根源からなる体がただ一つ存在します。ここではエグの P の L 乗というふうに書いています。例えば2個の元からなるような体は具体的にこのように書き下すことができます。このような演算を元のものとして書き下すことができます。で、F の P の L 乗というものは、では非常に著しい性質を持っていまして、つまり同じ元を P 個足しますと0になってしまう、つまり P が0に等しいというそういう性質を持っています。こういうのを表数 P と言います。でですから我々の感覚、普通の感覚とは全く異なるんですけども、数学的には表数 P の世界もとても面白くて非常に豊かな研究がなされています。特に整数の性質を調べるには表数 P の世界の理解を深めることが非常に重要です。有限体上で定義される代数対応体の有理点の個数を用いて定義されるゼータ関数というのがあるんですけども、これについて例がある予想を提示しました。でその影響はとても大きくて、この予想を解決することを目指した研究によって代数幾何や整数論が根本的に変わりました。まあ、20世紀における一番大きな進展かもしれないです。それが、はい、で予想の内容についてはもうここでは説明しませんし、ここに書いてあるのは、代数対応体が FP 上のものという、ちょっと特別な場合しか書いてありませんけども、大雑把に言いますと、このゼータ関数が自然に多項式の多項式にこう分解されてしまうということがまず述べてまして、そしてある種の関数等式を満たしていて、さらにこのここで出てきている多項式のコーンがの絶対値がある条件を満たしてますということを述べてまして、さらに有理数今 FP 上で考え FP 上で定義された代数体を考えてますけど、それが有理数体上で定義されているような代数対応体とうまく関連付けられている場合には。場合にはそのこの PI たちがこの代数対応体から誘導される複素代数対応体のそのコホモロジーと何らかの関係がありますっていうそういったことを述べています。でさらにこれはこの予想だけじゃなくて、そのアイデアがそのためその予想へのアプローチがとても面白かったのでして、つまりすいません有限体上の代数対応体の有理点がフロベニッシャという何かある写像の不動点集合と一致、不動点だということに着目しますと、そうするともしも正表数の代数対応体の世界に何かこう良いコホモロジー理論がありまして、でそれに関して先ほど述べたレフチェットの不動点定理や、あるいはポアンカレ相対性とかいくつかいろんな良い性質を満たしている、そんなものがもしもあったとするならば、この予想解決の鍵となることが示唆されました。例えば実際そのこの不動点の有理点の個数というものがレフチェットの不動点を用いますと、このレフチェット、フロベニッシャが誘導する線形写像のトレースのコータイルとして書けますので、このことを用いますとこのゼータ関数が形式的にこう変形できて、こんな形に分解できてしまうと、だから多項式に分解できてしまうということがすぐに分かってしまうわけです。で非常に大雑把に言いますと、グロタンディックはそのようなコホモロジーを含む理論を導入しまして、であるというのはベルリエとともに基礎付けを与えることで、ベル予想のうち多項式の項の絶対値に関する主張以外は証明しました。で最後に残った多項式の項の絶対値に関する予想はドリーによって証明されたんですけども、それは有限体上の代数対応体のコホモロジーが何かフロベニッシャ作用に関して良い構造を持っていますということを意味していまして、先ほどちょっと触れましたその複素代数対応体のコホモロジーがホッチ構造に精密化されるというそういう話の有限体上の世界における類似を見ることができます。そして米予想の解決の発展として、フロベニッシャ作用を持つ偏屈素の理論が米予想のベルンシュタインドリニカバーによって展開されました。でこれについてまたちょっと後で触れます。はい、それで、表数ゼロの世界に戻ります。佐藤美京という伝説的な数学者がこの1月に亡くなられましたが、その佐藤美京のもとに集まり、佐藤スクールと称された優れた研究グループがありました。
で、その佐藤スクールの方々によって推し進められた代数解析学という分野における重要な研究対象の一つに D 加群というのがあります。で、 D 加群というのは、連立線形方程連立線形変微分方程式の実態をこう取り出したものです。つまりこう見かけは異なるような、線形変微分連立線形変微分方程式がその適切な変換によってこう移り合うことがまあしばしばあるんですけども、その場合それらは本質的には同じものと思うことができますけども、その本質的には同じものということをそのきちんと定式化して抽出したものが D 加群です。で、表示の仕方という、 こう余計な情報がなくなる分だけ扱いやすくなりまして、さらに考察を深めていくことができるというふうに考えられます。で、代数解析学ではその D 加群というものをホモロジー代数や相の理論などの代数的な手法も用いて研究します。で、特に、ホルヌック D 加群というクラスの D 加群が大事でして、線形変微分方程式の研究という枠組みを得た重要性を持っていまして、はい、持っていまして、例えばその柏原やメブクによって証明されたリーマン比率対応によりますと、正則なホルヌック D 加群と偏屈相というものが同値です。あるいはベリンスのベルンシュタイン対応というものによると、そのある種の代数、ある種の多様体上の D 加群と D 群の表現の間に同値な対応があります。そのこのようにそのホルヌック D 加群というものをさまざまな分野を結びつける役割を果たすことによって、非常に現代数学においてとても重要な対象になっています。で、その D 加群の理論において複素多様体の間の差に関して D 加群の積分というのが考えられます。つまり X 上の D 加群から Y 上の D 加群の同来系の対象が誘導されます。で、これに関してその半単純なホルヌック D 加群、X 上の半単純なホルヌック D 加群にこの積分作用を適用して出てきたものも半単純になるだろうという、そういうことが予想されました。それが柏原の予想と呼ばれるものです。一般に同来系の対象というのはそれ以上分解できないような基本部品であるその単純な対象からその工事の斜に沿って組み立てられたというか膨らませられたようなものになります。で、この工事の斜が全てゼロで単純な対象を並べただけのものをその半単純な対象と言います。で、柏原の予想はこの複素多様体の斜に関する D 加群の積分という操作では半単純なものは半単純なままで余計な複雑が生じないであろうということを述べています。で、相の同来系に関して述べたことにも関連していまして、このようなことが成り立つとホモロジーの計算に有用ですし、さらに実はこの問題は現代数学のとても深い部分と関わっています。ちょっとすでに触れましたけれども、正表数の代数機関においてフロベンス作用を持つような相の理論というものがベイリスのベルンシュタインというカバーに展開されました。で、フロベンス作用に関する理論と放置作用に関する理論の間にはパラレルな関係がある数という、そういうドリーニの辞書と呼ばれるアイデアによって正表数におけるフロベンス作用を持つ相の理論の類似として、表数ゼロでも放置加群というものが理論というものが構築されました。斉藤森彦によって確立されました。で、もうちょっとここでは詳しく述べませんけれども、いずれの理論も非常に大変素晴らしいものです。で、これらの理論の重要な帰結の一つが分解定理と呼ばれる主張でして、つまり F を遮影多様体の斜としますと X 上の偏屈相や正則ホルヌック D 加群が良い構造を持つならば、その積分や順像として出てきたものも良い構造を持って、分解定理が成り立ちますという、そういう主張だ、そういうことが成り立ちます。で、柏原の予想はこの一般化が成り立つであろう、半単純という条件のもとにこの一般化できるだろうということを述べている予想なんですけども、ただ、一つの注意は何かと言いますと、その半単純というのは権論的な非常に浅い性質であって、フロベニス作用や放置構造のような偏屈相やその D 加群のその性質に即した強いものではありません。で、そこで次の2つのことが問題になります。一つは放置構造の代わりになるような何か良い構造を定式化して分解定理を示しましょうという話でして、もう一つはその良い構造を持つということとその半単純性が同値であるということを示しましょうという話です。で、この予想をワイルド調和則というものを経由して、調和バンドルというものを経由して純粋した D 加群というものと半単純ホルヌック D 加群の間の同値の値を確立することによって証明することができましたというのは、それが私が関わったことです。ちょっともう時間もなくなってきましたので、ほとんど説明しませんけれども、微分幾何学の研究のテーマの一つに局所的な性質と対比的な性質を結びつけるというものがあります。一番典型的なのはガースボンディングの定理と呼ばれるものでして、それは極率の積分がオイラー数に等しくなりますという主張です。
あるいは小林一陳対応というものがありまして、それは複素子体帯上の正則ベクトル則に関して安定性という非常に対比的な条件と、それからエルミットアインシュタイン定量というある種の偏微分方程式の解の存在が同時だという、そういった対応です。で、まあ、その研究の中で調和バンドルであるとかツイスター構造といった数学的な対象が見出されまして、で、まあ、それとのホッチ構造との関係がこうはっきり明確になった上で、まあ、シンプソンのメタテールというホッチ構造の端はツイスター構造の端に拡張されるはずという、そういう原理が提案されました。そして、まあ、それに基づいてツイスター構造物 D カードを考えというものが導入されまして、で、まあ、分解定理が証明されました。でさらにその小林一陳対応の発展として D カー群が反対群であることと、まあ、純粋した D カー群の対応するということが証明されました。で、まあ実際にこういったことをやるためにはもうちょっといろいろ難しいこともありまして、例えば特異性を持つ調和バンドルの研究であるとか、あるいは不確定特異点といったものについての研究を深めていく必要がありました。ちょっとすみません、最後全然全く駆け足になってしまいましたけど、こんな感じで だいぶ私の偏見に基づいて切り取った一部にしかすみませんけど、国語理論というものはもういろんな数学と関わっているということをまあ、お話しさせていただきました。どうもありがとうございました。